トンガを採用したプリウスの内部構造モデルという他ニューグローバルアーキテクチャーよびダイハツニューグローバルアーキテクチャーとはトヨタ自動車およびダイハツ工業が開発した新プラットフォームを機関とし商品力の飛躍的向上と原価低減を同時に達成するための車両づくりのシステムの総称である。10代目カムリはエンジニア 足回りなども含めて全面的に刷新された初のフルトンガモデル2012年4月にもっといい車作りの具現化に向けた取り組みの一環としてトンガの構想が初めて発表された。この時などが掲げられた。このようにトンガはプラットフォーム本体だけではなくユーザーの声をもとにした企画、開発、調達、生産準備、 生産というすべての工程を含めた車作りのシステム、方針などのことを指す。トンガが創設された背景には、トヨタの伝統である現地現物主義の影響により床の高さ、ホイールベースサスペンション形式、駆動方式、ハイブリッドの有無といった違いによって、膨大な数に膨れ上がったプラットフォームたちの存在がある。またエンジンを見ても十以上の基本形式があり、加えて、 排気量や各国の規制対応、駆動方式などにより、品番数は3桁に達し、結果開発費も膨大になった。そこでトンガは、複数のプラットフォームに共通したモジュールとして、増加させることでコンポーネントを共有化し、プラットフォームごとの台数を増やすことができるように、開発されている。また開発の思想、方向性についても思い切った変更を行い、 販売数を上げることではなく、原点に立ち返り利用者のために利用者目線に立つ自動車を作るべく、開発体制と車作りの方向性の大改革が全社が一丸となって取り組まれた。トンガプラットフォームは2015年12月発表のプリウスを皮切りに順次トヨタの各車種に採用されることになり、レクサスやダイハツにも採用され始めた。なおパワートレーンなどすべてに トンガを導入したのは2017年7月販売のカムリが最初となる。ダンガでは2017年5月に発売されたミライースを原点とし、2019年7月に発売されたダント以降の軽乗用車系の車種で順次新プラットフォームが採用された。IT、トヨタニューグローバルアーキテクチャーはトンガの設計思想を情報システムに応用して構築された。 トヨタの IT 基盤を指す。セキュリティ、スケーラビリティ、及び信頼性を高めながら、最先端の技術を使って、共同で革新的な拡張を可能にする IT プラットフォームであり、2016オラクルエクセレンスアワーズに選出されている。IT トンガは、オパンスタックベースのプライベートクラウドであり、トヨタの莫大な情報資産が IT トンガに統合されている。トンガは、 各機4項目をサイクルさせることで、もっといい車作りを達成する。基本性能の工場グルーピング開発による、部品、ユニットの賢い共用化仕入れ先と協力して、原価低減商品力向上まず車種を、趣味、感性に特化したスポーツ系の A ゾーン、量販車や個人、一般向けの B ゾーン、社会貢献に資する車や、商用車の C ゾーン、 新しいコンセプトや技術を提案する D ゾーンの4つのジャンルに分け、各ジャンルごとに中長期の商品ラインアップを確定し、それらに搭載するユニットや、その配置、ドライビングポジションなどを車種共通のアーキテクチャーとして定める。そして定められた上位概念であるアーキテクチャーに基づき、それぞれのジャンルに適したプラットフォームやパワーユニットを開発、形成する。 その際、車両構成をプラットフォームに代表される基本部分と内外装や原料手配等に代表される地域対応とに分け、それぞれの地域の顧客が求めるデザイン、走行性能、乗り心地、装備の思考に沿った最適なものを開発できるようにしている。プラットフォームは乗り降りや運転のしやすさを最優先課題とした上で、車の低重心化、各部品の低配置化。 乗車時のベストな姿勢の確保、流霊なデザインなど46項目にわたって徹底的に追求し、1、走りの質感、2、快適性、3、使い勝手、4、所有感、5、安心、安全の5つの領域で高い満足が得られることを目標に開発した。車両の開発においては、デザイン、 設計の源流段階から約10年先までの複数車種を同時進行で開発していくグルーピング開発により部品、ユニットの共用化を進める。また複数の車種をまとめてグローバルに車種、地域、時間をまたいだ大量まとめ発注を実施し徹底した原価提言を行う。仕入れ先、調達、生産技術、技術の 各部門も4位一体で活動し、生産、組み立て、製造工程が効率化されることで、部品や車本体の高い品質を確保する。部品本体においても、トヨタ専用規格に準じた部品開発を改め、トヨタが定める品質を満たせば、他の自動車メーカーがグローバルに採用している、標準部品でも、納入可能とした。これらにより、 軽自動車を含むコンパクトカークラスから大型セダンまでトヨタグループのスケールメリットを活かし開発費削減、部品件数削減、製造コスト削減、後期短縮を効率よく行うことですべての工程の経費削減を可能としている。基本的な設計思想としてはフォルクスワーゲンの MQB やるのを日産三菱アライアンスの CMF、マツダの スカイアクティブテクノロジー、ボルボカーズの SPA などに近いが、他企業のように、プラットフォーム単位ではなく、総合的に判断して分ける点が異なる。2019年9月5日に、トヨタから公式発表された、日本の5ナンバー車を含む B セグメントクラスの小型車に最適化されたプラットフォームだが、様々なホイールベースや全高、全幅にも対応可能なため、 自由な設計を可能とする。加えて、リアサスペンションは、車両の特性に合わせて、独立喧嘩式にもできる。100%トヨタ主導で企画、開発された自動車用プラットフォームとしては、これが最小となる。グローバルアーキテクチャーコンパクトの略である。が、L プラットフォーム同様、ワイド版とナローバンが混在し、特に、日本市場向けとして開発された E210 型。 カローラセガンと E210 ワット型カローラツーリングに採用されたナローバンは日本の道路、交通環境に最適化されたプラットフォームとされているグローバルアーキテクチャー界の略であるフルサイズのフレーム構造者向けに最適化されたプラットフォームグローバルアーキテクチャー系の略であるグローバルアーキテクチャーラグジュアリーの略ワイドバンナローバンが混在し 特にクラウンに採用されているナロー版は日本の道路、交通環境に最適化されたプラットフォームとされている。原則として FR の車種に採用されるワイド版ナロー版、バントラック等の貨物用商用車および貨物用商用車ベースのミニバン専用として開発された自動車用プラットフォーム。100%第8手動で企画、開発された軽自動車、 および B セグメント以下のクラスの小型車向けの事業構造である。プラットフォームの構成要素の一つである車体は、軽自動車用、A セグメント用、B セグメント用の3種類にまとめられた。ダンガに基づくプラットフォームは2019年7月以降に発売されるダイハツが新規開発した、軽自動車や国内向けの A セグメントの小型車、国外、 主に新興国向けの B セグメント以下の小型車に採用される。だンが A プラットフォーム2019年時点でトヨタは電気自動車用プラットフォームイ、e、ートンガを2020年初頭までに10車種へ適用することを計画していた。そのうち6つのグローバルモデルは以下の通りであった。ありがとうございます。